はい、どうも、うずです。今回の動画では10年以上娘の運動会を、一眼カメラで撮影し続けてきた私から、運動会のカメラの設定、まあ基本の話なんですけども、基本の設定と、あとは撮影のコツっていうのをお話したいなと思います。で、共通することも多いんですが、今回の話に関しては、私初めてソニーのカメラで娘の運動会を撮ってきましたので、その話をしたいと思います。使用したカメラは、ソニーの α7M3、 そしてレンズはタムロンの新しいレンズ、150-500mm のレンズを利用して撮影してきました。まあ、ちょっと発売前のレンズなので、先行で試させていただいた形にはなるんですけれども、はい。で、運動会の撮影、パパママとして最初にチェックしなきゃいけないこと、カメラのバッテリーがしっかり入ってるかどうか、充電されてるかどうか、そこのチェックがまず一つなのと、あとは SD カードですね、記録カード、まあ、CF エクスプレスカードを使われる方もいるかもしれませんが、記録カード、この二つはまず忘れないように先にチェックしてください。あの、運動会とかね、何かお子さんの発表会とか行くと、結構パパさんとかで、あ、SD カード忘れちゃったとか、あ、バッテリー残量ないじゃんっていう方が、おられて、まあ、焦ってるのをちょこちょこっと見かけます。私も SD カード忘れてしまった知人のお父さんに SD カードをお貸ししたこともあったので、はい、SD カードとバッテリー残量だけはお気をつけください。これなかったらもう本当撮ること自体ができませんからね。設定以前の話ですね。はい、で、次はいざ設定なんですけれども、基本的には、ソニーのカメラであれば S のモード。はい、このモードダイヤルというものがあるんですけれども、ここの設定を S、シャッタースピード優先に合わせておいてください。これが、撮りやすくなります。動き物の被写体、運動会なんか特に。はい、で、シャッタースピードを優先にしておくと、ここのダイヤルですね、ダイヤルでそのスピードを自由に変えることができます。で、運動会でお子様を撮るっていう場合は日中明るいので、シャッタースピードはできれば500分の1秒以上に設定してると撮りやすくなってくると思います。あと ISO 感度というのも重要なんですが、この辺分かる方は自分で設定すればいいと思うんですけれども、よく分からないって方はこれオートにしとけば大丈夫です。ISO 感度をオートにしておいてシャッタースピードだけ調節するっていうやり方でも撮りやすくなりますので、このあたりは、ご自身のレベルに合わせて使っていただければと思います。シャッタースピードは500分の1秒以上に設定しておけば、基本的にお子様がこう走ってて徒競走とかやっているシーンを撮影した時に、ピタッと止まった写真が撮れますので、それが分かりやすいと思うんですけれども、シャッタースピード、上はどのぐらいまでいいのっていうことを気にされる方がいるかもしれません。上は気にしなくて平気です。あの、動画なんかだとね、ちょっと変わってくるんですけど、写真だったら1000分の1秒シャッターでも4000分の1秒シャッターでも動きを止めて撮りたいっていう面に関しては関係がございません。なので、500分の1秒以上のシャッターで撮れば、基本的にはほとんどのお子様の競技シーンはピタッと止まった写真にできると思っていただければいいと思います。で、反対に、こう、お子様走ってるところの躍動感を出したい、手とか足のブレ感を出したいとか、背景を流したいっていう場合には、30分の1秒、60分の1秒などのちょっとスローなシャッターにして、撮ると躍動感はすごく強まります。ただその分、顔までね、ブレちゃう可能性も出てくるので、シャッタースピードを遅くしていくと。そういうのが心配な方は、100分の1秒とか、125分の1秒とか、そのぐらいのシャッタースピードに、さっきのダイヤルでね、調整すれば、ちょっと手の動き、足の動きがあるような写真が撮りやすくなってくると思います。このあたりは、ちょっと試し撮りなどをして、ご自身でね、どれぐらいの躍動感出したいのかっていうのを、事前チェックされるといいと思います。はい。で、あとは、オートフォーカスをどうするか。重要ですよね、オートフォーカス。マニュアルでね、運動会を撮る方はなかなかいらっしゃらないと思いますので。はい。で、フォーカスモードに関しては、私はこの AFA、オートフォーカスの自動切り替えか、コンティニュアスオートフォーカスにすることが多いです。もう割り切って私、コンティニュアスオートフォーカスでいいと思うんですけれども、まあ、これに設定しておいて、フォーカスのエリアなんですが、エリアは、まあ、ゾーンがいいかなと思ってます。ゾーンフォーカスエリアにして、中央寄りです。お子さんを中心で撮りたい。運動会なので、やっぱりもうフォーカスは中央でいいです、ほとんど。で、この中で、コンティニュアンスオートフォーカスを働くと、こんな感じの、うねうねなグリーンが出てきてくれてますよね。常に子供を追ってくれますので。運動会でのオートフォーカスの設定は、中央にフォーカスを寄せたコンティニュアンスオートフォーカス。これを利用すると、徒競走やリレーなどが撮りやすい。そういう設定になります。
端っこの方でね、お子さんの顔が映る必要は基本的にありませんからね、中央に寄せましょう。で、連写に関してはドライブモードっていう言い方をソニーのカメラはするんですけれども、はい、でドライブモードに関しては HI プラスって書いてあるんですが、これハイプラスって読めばいいのかな。ソニーのカメラこれが入ってるようであれば一番速い高速設定にしとかれるのがいいと思います。まあやっぱり連写大事ですね連写大事です、子供の運動会。はい、でソニーのアルファシリーズはここに露出補正ダイヤルというのがありますので、この補正ダイヤルを使うことによって写真の明るさを決めます。ちょっとこの画面では分かりにくいかもしれないんですが、露出補正を明るくすれば画面は明るくなります。ちょっと明るさ分かりにくいかな。で暗くすればよいしょ、画面暗くなっていきます。はい、これが露出補正ダイヤルですね。明るさを任意に調整できるっていうものです。撮影って場所を移動することによって明るさの変動がありますし、天候、雲によって太陽が遮られたりするとそれはもちろん明るさ変わってきますから、こういった露出補正ダイヤル手軽に右手の親指で操作できますので、ちょっとファインダーなどを覗いていて明るさが気になった方はここのダイヤルで調整されると簡単に写真の明るさを変化させることができます。はい、設定関係に関しては基本的な話はこんなところでしょうか。はい、でそれに合わせてレンズの焦点距離、ここもちょっとよくわからないって方がいらっしゃるかもしれないので、私の今までちょっと経験してきた中での話、まあ、今まで私は娘の運動会発表会は基本的に 70-200mm っていう焦点距離のレンズで撮影してました。なんですがちょっとね 200mm だと子供が小さくなっちゃうシーンって多かったんですよ。そのダンスとかやってる時って結構離れちゃったりしてだったので、まあ、200でも十分いけるんですけど、できれば 300mm 以上あった方が子供の顔のアップが取れたりするんかなって思っております。なので 200mm でも運動会の撮影大丈夫なんですけど、できれば300以上あった方がお子様のアップの写真は撮りやすくなりますね。ただ今のカメラってトリミング、その撮った写真を切り抜いて印刷したり保存したりっていうのも十分できますので、トリミングで対応するということも可能です。そこまで無理に 300-400mm ってレンズを買い直すとか買い足す必要はないです。揃えられるのなら揃えた方がいいっていうだけの話です。必ずしも必要ではございません。で最後、JPEG で画像は保存した方がいいのか RAW で撮った方がいいのかっていうのがあるかもしれませんが、これはほとんどの方が JPEG でおそらく撮られてると思うんですね。RAW 撮影自体を知らないって方が多いと思いますので、そういった方はここで今回私は RAW の話をしてますが、気にせずに今まで通り JPEG で撮影してもらって結構です。その方がいいと思います。でなんでかっていうと、ローデータって色情報とかすべてこう残した形で記録できるので、データが重くなるんですね。容量増えちゃうから、1枚の写真ので。運動会の写真って家族しか見ないじゃないですか、親族とか。なので容量の大きいローデータで撮って、後から写真加工アプリとかソフトでがっちりね決め込んで色とかねコントラストとか、そんなことをやることはほとんどないと思いますので、運動会でのロー撮影はする必要がないと思います。絶対しちゃいけないってわけじゃないんですよ。はい、まああんまり使うことはないかなと。私も運動会の撮影ってローで撮ったことは基本的にないです。全部 JPEG。 はい、といったところでいかがだったでしょうか。私の下の娘も、今年2021年で、小学校最後の運動会になります。まあちょっとコロナの影響でね短縮運動会はなってしまうんですが、ちょっと残念だけどね。なんですけど上のお姉ちゃんの幼稚園の時から数えるともう10年以上撮影してきたわけで、ちょっとね昔の写真とかを見返しちゃうとうるうる来ちゃうところがあるんですが、これで私の運動会の撮影も一旦終了という形になりますね。卒業ですね、卒業。今回私が話した内容をもとに、これからお子さんの写真を記録していこうっていう方はぜひぜひ一眼カメラをうまく利用して、素敵な思い出がたくさん残せることを祈ります。今回のお話はここまで。ご視聴ありがとうございました。今回の動画が良かったなと思っていただけた方は高評価、カメラの話が好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の動画でバイバイ。まあでも今回は贅沢に 150-500mm の望遠ズームレンズを使って撮影してきたんですけど、まあやっぱり 500mm まで伸ばせるとねだいぶ撮りやすかったです。あと手ブレ補正がね今のカメラ、まあ、レンズと含めてなんですけどあるからね、撮りやすいよね。手持ちで 500mm いけるからね、素晴らしい技術の進歩だと思います。はい、よかったよかった。